ショウゴとレイヤとメロディーの歌仲間。イエーイ。この番組の提供はイベントハウスメロディー、安田建設、伊豆の総裁、平成ロマン企画、カラオケ喫茶アラビカでお届けいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今週もやってきましたね。ねえ、目玉くん、あの、なんか今日はいきなりなんか髪の毛どうしたんですか？いや、あのね、イメチェン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 で、そういう雰囲気変わりましたね、翔吾さん。雰囲気が急に変わっちゃって、はい、いや、うん、これからこういう感じでやっていこうかなと思って、福岡から帰ってきて、なんか急にね、垢抜けました、垢抜けちゃって、ああ、よかった、都会に染まりました。いや、ちょっと、はい。カラフルパレットのお二人じゃないですか。はい、ありがとうございます。いや。パレットです。ありがとうございます。ショウゴです。レイヤです。これ絡みにくいですね。はい。よろしくお願いします。改めまして、カラフルパレットのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。もうね、初めましてっていう感じじゃなくて、はい、ありがとうございます。何度も。
お世話になってますけど、いや、もうね、あの1曲目はあの「ありがとう100万回の約束」というオリジナル曲ですよね、はいはい、そうなんですよ、ありがとうございます。こちらなんか番組のあれ、そうですね、これは日本テレビ系のスッキリのテーマソングとして使っていただいておりました、はい、はい、すごい、やっぱこのなんかすごく心に入る歌ですよね、こちら。ありがとうございます。ありがとうございます。両親に向けて書いた曲なので。あ、両親に。はい。うん、まあどなたにもあのなんだろう、伝わる曲になってるんじゃないかななんていうふうに思ってますけども。ね、あのこちらの曲ね、はい、メロディーのママが聴くといつも泣いちゃうっていうことで。嬉、はい、しい。伺ってまして。うんうん、見てますか？ね、また歌いに行きますからよろしくお願いします。また直接歌いに行きます。はい、ぜひ聴いてください。はい、その時は。はい。よろしくお願いします。うん、さあなんかお二人いらっしゃるということで、はいはい、まずどうしましょう、なんか普段聞かないなんかこととかあると思うんですよね。何か、何でしょう、はい、例えばじゃあゆうきさんからいきましょうか、はいはい、家でまず帰ったら一番最初にやることは、家でまず帰ったら先にやること、そうですね、風呂入りますかね。風呂入ります。あ、まず、はい、そうですね、あのなんか多分そのまま、うん、あの僕音楽部屋というかね、はい、会員自宅スタジオみたいな部屋を作ってるんですけど、はい、そこに入ってしまうと多分もう限界まで作業をしてそのまま気を失うことが多いので、まず風呂と思って、そんなやっぱのめり込んで集中して、そうですね、もう大体朝になっちゃうんでね、あの家で作業し始めると、だからまずねちょっと汗を流して、最近ねやっぱ暑いからすごい汗もかくじゃないですか、はい、僕ねあんまりね汗かかないんですけど、うんうん、それでもやっぱ最近ね汗かくんですごい暑い夏なんだなと思うんで、やっぱすっきりしてからいろいろやりたいなと思ってゆうきくんが汗かくって言ったらもう相当だよね、はい、相当ですよ、そうです、ね、ライブでもあんまりかかないですから彼は。そうですね、確か汗かいてるイメージあんまないですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、あんま汗かかないんですけどね、うん、そう僕がだからあちょっと暑いなと思って汗かいてるなと思ってパッて横見ると、はい、ダラダラにかいてる人いるんで、もう滝のように僕は汗かいてる、はい、あそうですか、そうです。なんかじゃあちょうどやっぱりその汗かく歯と汗かかない歯みたいな、いやもう本当にキャラ分けが、ね、汗かかない歯が良かったです。うん、そうですよね、汗、まあ僕はなんか結構サウナとか好きで逆にかきに行っちゃうんですけど。そうなんですか。そうなんですよ。あでもね僕も結構 ね最近あれですよ、あのライブとか、はい、まあ、そういう打ち合わせとかね、うん、そういうのであの遠くに行くと、はい、まあ、温泉とかサウナあるところあるじゃないですか、ホテルとかでも、はいはい、絶対入るようにしますね。でも1回しかやらない、きついから。あれね、サウナ行って水風呂行ってサウナ水風呂行ってって繰り返すんだよね。何回繰り返すんですか。僕は4回まです、ね、すごい4回。それ頭ボーッとしてきちゃわないんですか。いやもうボーッとはしますよ、毎回その水風呂入って、うん、椅子座った時に、うん、整いますもんね。そうなんですよ、うん、整うっていうのがちょっとまだわからないんですけど、整いますよ。どういう感じなんですか。そ1回で整うんだ。えだってじわーっときて頭スーッと真っ白になるような、うん、そういう感じです。あ そんな感じです。ほら合ってた、それが整うっていう感覚なんですね。そうそう、知らないですか。僕ないですね。流行ってるんです。行かないですか。サウナあんまり入らないですね。苦しいじゃないですか。苦しい。苦しいですね。あれ苦しくない？なんか俺ミストサウナは好きなんだけど、うん、あの普通のサウナって、ね、ドライサウナ。そう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 、あの石でなんかムシムシしてるとこ。うん、あれきついっすね。1回しかやらない僕が言うのもなんですけど、はい、多分戦いなんですよあれ。いや戦いですよね。戦いなんですよ。うん、そうでも僕一回しかやらないですけどね。うん、自分との戦いでもあるんですよね。うん、そうですね。そう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 。そう戦いに勝てるかどうかっていう。そうなんですよ。そう僕だからそのあれスーパー銭湯とか行くともう絶対行ってた時期はあるんですけど、はい、整うという感覚まで行ったことないんで。うーん、なかなか僕もねもう何回も行って初めて最近。分かりました。え、本当？でもなんか大体自分の限界、やっぱ人によって限界って違うと思うんですけど、うん、自分の限界までやって水風呂入って、もうなんつうのかな、座るところに行ったらもう大体整いますけどね。はい、僕ね一回ね友人と一回行った時にですね、はい、整ってですね、整い終わった後に、うん、まあそろそろ出るかっつって言って、まあちょっとシャワー浴びて出たんですよ。はい、でそしたら友人がですね、あのロダンってわかります？
こういう、そう、あの考える人、そう、考える人、ロダンの格好から動かなくなっちゃって大丈夫ですか、ね、それは大丈夫だったんでしょうか。本当にあのサウナをやられる皆さん、初めてねサウナをやられる皆さん気をつけてくださいそれはサウナに行ったからなったんですね、ロダンに。いや多分あのちょっとなんていうのすかな、なんていうの、なんというのすかなどういうことなんですかね。まあまあちょっとやりすぎちゃったのかな、うん、あ、無理しちゃうとやっぱ良くないですからね。あれは無理しない程度にやっぱね、そう、皆さんもあの気をつけていただければなと思うんですけど、そうですよ、はい。あ、ヒロさんは、はい、普段料理はしますか。料理します。最近料理ハマってますね。何料理を。あ、結構何でも作りますよ。そうなんですか。パスタ、あの洋食も和食も、はい、結構いろんなところに挑戦したりしてます。この人ね、うん、以前まで全然作らなかったんですよ、料理で。僕料理大好きで、あの一時期コロナになってからですね、2人で住んでたこともあるんですけど、その時毎日僕が作ってあの、うん、ご飯を食べさせてたんですけど、はい、なんか最近ですね、突然毎日作るらしいんですよ。それ、ね、どうしたんですか。何があったんでしょう。何があったんでしょう。外食ってお金かかるじゃないですか、はい、今更。そうだからこの間ね、この人40になったんですけどね、うん、今更気づいた。そうだから自分で作ってみようと思って、はい、作り始めたら、はい、あの自分で作ってもお金はかかるんですよ。そうですよ、うん、めちゃくちゃかかります、うん、かかりますよね、かかりますよ、うん、そう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 。まあでも、はい、すごいやっぱ美味しい、自分で作ると。まあなんかいろいろ作るとね、試行錯誤しながらなんかできますもんね。そうそうそう。で結構作ってる間に、うん、心が満たされるのか、はい、あんまり食べなくてもお腹いっぱいになるんですよ。いやだからちょっと残らない、残る残る。そうそう、で、まあ、それを頑張ろうとするとすごいいっぱい食べちゃうというか、うんうん、ね、そういうのありますよね、うん。まあ、結局こういう仕事してると、例えば余っちゃっても次の日は例えば飲み会入っちゃったりとかしたら、うん、残っちゃうじゃないですか、うん、そうですね。でそれをなんかずっとね、やっぱ放置するわけにもいかないしみたいな。あの一番難しいのはカレーを食べきることね、うん、あカレーはね、そうですね。しかもこの時期って早いでしょ、足が早いから、うん、めちゃくちゃ早い、うん、だからもうカレーをね、まあ仮に一人分だとしても多少結構量作っちゃうじゃないですか、はい、何杯か分を、うん、あれを食べきるっていう技をね教えてほしいです。あれはだから、うん、あれです、大きいこのパックみたいなやつに入れて、はい、ちょっと冷めたらもう冷蔵庫入れちゃいます、うん、あ僕もそうですよ、うん、基本はそうですけど、でもそれでも足早いじゃないですか。早い、さすがに ね、 ね、だから僕なんかは本当、うん、あのカレーだけは作らないようにしてますもん。カレーだけは。あ、そうなんですか、うん、やっぱいっぱいになっちゃって、うん、食べきれなくてっていうの困るんで、うん、もうカレーだけは作らないように、それだけはもうしてますもん。そうなんです、ね、徹底的にレイヤ君はカレーだけは作りません、うん、カレーだけはもう外食にする、うん、なるほど。逆に安いですからね。C&C とか、まあね、C&C カレーとかも、うんうんうん、安いですよね。安いんですよ。500円以下だし、うん、もうそっちで食べた方がいいかなみたいな。なるほどね。僕最近作りすぎたので言ったら煮物作りすぎました。煮物。はい。何の煮物でしょう。あの里芋の煮転がしを作ったんですけど。結構家庭的な。そうですね。里芋いっぱいもらったんで作ったんですけど、はい、作りすぎて。まだ冷蔵庫にあります。いや煮物はね取っとくとね、うん、ちょっと大変よね。そうです。ちょっと手をつけようか迷っちゃうもんね、冷蔵庫にあるとね。うん、うん、その後ね、うん、そうなんですよね、うん、結構難しいですよね、その一人暮らしとか。そうそう、まあ、量が難しいですね、うんうん、あのパスタってさ、うん、1人分ってほらペットボトルの蓋ぐらいとかって言うじゃないですか。あ、はい、ね、あのなんつうのかな、こうちゃんとこう止め具がついてないやつとかもあるじゃないですか、うん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 、そういうのってどれぐらいがお腹いっぱいになるのか迷うよね。わかる。でだから一人分ってこうやってやると、うん、これでお腹いっぱいにならなくねみたいに思うじゃん。そう思う。で欲張っちゃうのよ、うん、そうするとね麺が多いの、うん、多くなっちゃうよね。そうそうなのよ。あれだいたい茹で前 100g だったら200、茹でた後200とかになると思うんですけど、うん、まあ、180ぐらいかな、うん、180って結構少ないですからね。そうなんだよね、うん、なんかでも少なめに見積もっておいた方が良くない。まあね、うん、まあでももう一回やるのめんどくさいじゃん。いやそうなんだけど、結構俺作ってる段階でお腹いっぱいになるから、うん、ね、作ってる段階でなるちょっとね満足すんのよ俺ね。一番いつも失敗しちゃうのが、はい、あのアクアパッツァを作って、はい、アクアパッツァの残り汁とかでパスタ作るとめっちゃうまいんですよ、はい、でアクアパッツァ作った後のパスタの量、う
が一番間違えて、もう赤パッツァ事前に食ってっからね、食ってその後の残り汁でこう作ってるわけだから、はい、あのもうだいぶお腹まで5分目くらいまで来てるわけですよ、魚食ってるから、うんうん、なのにもかかわらず 1.5 とか作っちゃうから、 あれね、と思って、あれあれ、ね、と思って、難しいですね、あれあれ難しい、分量がやっぱむずいわ、難しい、うんうん、なかなかね、まあそんな感じで、うん、なかなか聞けない話をお聞きしましたけども、はいはい、CD、3つ出されてるんでしょうか、はい、はい、そうです、今ここに 並んでます、はい、いやこの愛セレナーデ、はい、これすごく面白い曲ですよね。ありがとうございます。ますラップが入ってるところが、はい、秋野さん知らないでしょ。レイヤ君ね、愛してるなんてのラップできるからね。あ、そうなんすか。もうね、ぶっちゃけ秋野さんがいないときにね、3、4回一緒に歌ったことある。いや、もっとかもしらん。じゃあ、次回ぜひ。次回ぜひ。やりましょう。はい、お願いします。もうしかも、ノリノリ度がすごいから。あ、そう、うん。いや、あれはなかなか。うん、楽しかったですね。僕だって初めてラップしたのを、はい、多分一緒にいましたよ。あ、そうですね、初めての時はもうまだ全然、うん、もうだって突然の吉見さんの無茶ぶりから、うん、そう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 、無茶ぶりから、今もう完璧なんだよ、で、アイセレナーで歌ってでラップやるじゃないですか、はい、その後全然関係ない曲かかってもラップやっちゃいます、すごいラッパーですね、もう完全にラッパーですから、いや心強い次回からもラッパー、はい、ラップで参戦で、ラッパーレイヤー君で、はい、お願いします。そしてこのこちらがこちらはるかかなた、はい、はるかかなた、こちらアルバムになってるんですかね、これ6曲入りの CD でして、ね、そうですね、6曲入り、はい、昨年 TBS 系列の披露日のエンディングテーマに披露日、はい、使っていただいた曲がリード曲の CD になりますね、はるかかなたっていう曲が、そうです、すごい、はい、もう今度聞いてみます、はい、ぜひぜひ、はい、でコメントですね、はい、今いただいてます、ありがとうございます、嬉しい、はい、渡里さん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、こんにちは、今日はお一人でパーソナリティをされているのですね、うん、頑張ってくださいね、うん、地元東御市での夏祭り楽しかったし、レイヤさんのステージも盛り上がって最高でしたね、うん、ご両親にも会えたし行ってよかったです、ということでありがとうございます、ありがとうございます、渡里さんね、本当千葉からね、本当来ていただいて、お越しいただいて、本当ありがとうございます、すごい長野まで、うん、そうなんですよ、すごいですね、いや本当にありがとうございます、すみません、そしていちごちゃん、ありがとうございます、いちごちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、レイヤ君、アニョハセヨー、アニョハセヨー、アニョハセヨー、カラフルパレットのお二人、はじめまして、はじめまして、実は先週のオンエア終了後からちょっと予習してきました、はい、ありがとうございます、いろいろ聞いて絵の伝物語が、お気に入りです、嬉しい、はい、お二人のお互いに密かに思ってる長所短所があったら聞きたい、ということでこちらね、ちょっとこの次が僕の曲なので、その後ちょっと聴いてみたいなと思います、はいはい、ということで次の曲は僕のデビュー曲のカップリング曲になります行かないでずっと聴いてください、どうぞ、I'm not afraid to die.
素晴らしいですね。はい、あ、目玉くん目玉くん、あれ今日福岡から帰ってきました。はい、あれなんか福岡から戻ってきました。右目殴られたんですか。いや、あの俺どうしたんすか。ウィンクの練習中で。あ、すごい中途半端。あ、ウィンクさんできたそうです、できたあれなんかまたさっきと違って髪型が変わっちゃって。あ、そうですね、はい。そうす、今日からはもうこれで。あ、今日からね、行きたいと思いますけど。あ、本当にありがとうございます。はい、いや。あきろさんじゃないですか。あ、え？あきろさんだったの？あれ、あ、え？あら。あらら。気づかんかった。でもさっきね、もう翔吾さんが、はい、私にこう乗り移って。あ。ね、来ましたから。そうですね、ダマくになっちゃいましたね。ということでちょっとね、あのさっきあのいちごちゃんからの質問ということで、お互いのお互いに密かに思ってる長所、うん、短所があったら聞きたいということで、うん、じゃあ、ゆうきさんから。あきろさん、長所短所。そうですね、あきろさんの長所は、うん、優しいところですかね。ものすごい、ものすごく優しいところですかね。優しさ出てますもんね、オーラ、出てますか、オーラが、優しさが。そうですね、だからまあどんな時も基本優しいんでね。うん、うん、それがすごくいいところだと思います、うん、はい、うん、それ素晴らしい、うん、素晴らしいですね、うん、やっぱ人間として自分で、そうですね、自分でね、自分で、はいはいはい、そうですね、はいはい、はい、短所、短所はね、まあまあまあ いくつかありますけど、まあね、もうこんだけ付き合ってるからね。そう、人間ですから、まあそうですね、意外だと思うんだけど、はい、意外だに
ものすごい短気です。意外だと思います多分。だから優しいから多分すごい、多分あんま怒らないんだろうなと思うんですけど、多分ものすごい気を許した人にのみだと思うんですが、ものすごい短気です。そんななんか怖い一面も。まあ、短気の節もあるかもしれないですね。うん、多分ね、あの本当にうちうちの中では本当に事務所の一部のスタッフと僕にしかその一面は見せないんじゃないですかね。ありがとうございます。いや、その意外な短所ですけど、はい、次ちょっと秋広さんに次歌の後に聞きたいなと思います。はい、ゆきさんのね、長所の短所。はい、ということで、次の曲は愛の不死鳥、松平由美さんです。どうぞ。Thank you.
い、松平由美さんで愛の不死鳥でした。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、あの引き続き質問に入りたいと思うんですけども、はい、いちごちゃんからの質問ですね。はいはいはい、はい、秋広さんから見て、うん、ゆうきさんの、長所短所、うん、お願いいたします。そうですね、まあ、長所は、うん、真面目なところですかね。この見た目なんですけど、はい、非常にチャラそうな見た目してるんですが、まあね、真面目です。真面目なオーラ出てますから、ね、そうなんだ、それはもう分かりますよ、見ただけで、はい、ありがとうございます、はい、真面目な方なんだなっていうのは分かります、はい、真面目ですね。なんかもうだから、うん、あんま何事もあんまり適当にはしないところはありますね。そうですね、その、うん、音楽に関わることだったりとか、はい、うん、っていうのはすごく何事も真面目に取り組みますね。はい、はい、そうですね。あ、はい、はい、あ、はい。逆に短所とかあります？短所はそうですね、真面目すぎるところがありますかね。あ、逆に、うん、だから融通が効かないということですか。あ、そう、そういうと節もありますね、うん、うん、なんかなんていうんですかね、はい、やっぱり自分の人生かかってるんで、うんうん、すごくこう固く歩みたがるというか、あ、石橋を、そうそうそう、あ、そうそう、石橋を叩いて渡るタイプなんで、かち割って、そうそう、かち割って、かち割って渡ります、まあ、私は、ますかね、はい、そうですね、かち割ればいいと思いますけどね、うん、かち割って、まあでも多分ね、はい、あれですよ、そのカラフルパレット始まった時に比べれば、うん、かなり柔らかくなったと思いますよ、そす、ね、僕それはそう思います、うん、うん、そう思います、とんがってた感じ、とんがってたっていうよりは今よりも柔軟ではなかったと思います、うん、その、うん、右向け右みたいな感じでしたね。まああとはやっぱりその自分を牽引してくれるやっぱ先輩とかいるじゃないですか、はい、っていう方にもう 120% ついていくタイプなので僕は、うん、そうですね、その人の言うことは 100%OK みたいなところがあるタイプなんで、はい、まあ、だからそういうところはすごく頭が固かったかなとは思いますけどね。ザ体育会系ですよね。あ、僕体育会系大好きですいやでもね、多分芸能界って体育会系の方が多くない？まあそうね、体育会系の方が多いかもしれないですね、うんうん、でも何だろう、その例えばあのレイヤさんとね、僕らってそんな、はい、ちょっとだけ年離れてるじゃないですか、はい、でもなんかそういうなんつうのか、先輩後輩みたいなのは俺好きじゃないんですよあんまり実は。へ、先輩は先輩なんだけど後輩とか同い年に対して、うんうん、っていうのは あるかなっていうのは思いますけどね。まあでもこのお二人の聞くとやっぱりその、うん、ちょうどやっぱ相性がね、うん、こう合ってるだと思います。相性合う部分めちゃくちゃ合うと思いますね、うん、はい、うん、だからこそやっぱお二人でこのカラフルパレットっていう、はい、このユニットができてるのかなと思います、うん、ということで、はい、そんなお二人にね、てっぺん目指していただきたいなと思います、僕の師匠半蔵さんの曲ですね、こちらてっぺん、松川慎二さんです。ご覧ください。よそ見しないで進む島根の空は大きな海は優しく見つめてる夢ばかり体中に溢れる男たちそれぞれの思い負けじと語り俺はどうなんだと叫ぶ幾年過ぎて都会の冷たい風雪に押されてもてっぺんになれ父
われと自分に聞かせ、孤独と戦う日々、旅路の中で使うなものはちっぽけな俺だった。貧しさや寂しさは悔しさと我慢に変え、いつか見てろと枕を濡らし、一歩また一歩前に、ぐらつく心にこれで行こうと答えをつかめば、松川真司さんでてっぺんでした。はい、そして皆さんあのコメントねありがとうございます。ありがとうございます。ひーちゃんさん、はい、こんにちは。ゲストがカラフルパレットということで楽しみにしてます。生放送でトークしてる姿も見られて嬉しいです。毎日暑いですが体調を崩さないように気をつけてください。画面越しに内輪で仰いでます水分補給忘れずに、カラフルパレットの素敵な歌声がたくさんの人に届きますようにということで、ひーちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。昨日ね、ライブに来てくださいまして、画面越しにうちは仰ぎますってちゃんと言ってくれたからね、はい、本当に仰いでくれてるおかげで、うん、めっちゃ涼しいです、はい、涼しい。今ねものすごい届いたから、うんうん、本当にありがとう、うん、ありがとうございます引き続きお願いしますお願いしますはい、ありがとうございます。あやのんさん、あやのんさん、はい、ありがとうございます、うん、カラフルパレットさんのトーク姿見れて嬉しいです。頑張ってください。今日もパワー送ってます。あやのんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。パワー届いた、届きました、本当に嬉しい。じゃあ僕らもパワー送りますね、うん、いくよ、せーの、えい、ありがとうございます全力で送ったから全力で届く、ね、もう大丈夫割れた気がしますけどね本当にすいません、突然大きい声出してすいません、はい、本当に、はい、そんな感じですね。コメント今大募集中でございます。こちらツイッターでね、はい、あの DM か、そのコメントで リツイートっていう、あ、なんていうんでしたっけ、あの引用ツイートでください、うん、アットマーク AZPANFM アズパン FM ですね、うん、鳥越アズーリのツイッターのアカウントにお願いいたします。でツイッター内容という方はですね、ファックスでも受付中です。東京0358294815、東京0358294815までお願いいたします。こちらぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ツイッターの名称変わったじゃないですか。はい、そう、引用ツイートじゃなくてなんて言うんですかね。あ、なんかね、ちょっと前まで英語だったんだけど、引用ポスト、引用ポスト、うん、なんかね、なんか変わったよ。リポストみたいな感じで書いてあるよね。ポスト、とうん、そうだね、リポスト、あ、でも引用は引用ですね。引用、引用だけになって、引用だけになって、はい、引用ですね。あれってもう
ツイッターって言葉はどこにもなくなったの、うん、っていうことじゃないの、まあそうですね、あれは X なの、今僕たちがやってる SNS は X なの X です、うん、X です、うん、X ってだからツイートすることってなんていうの、うん、Xs みたいなこと言うよね確か、あなんかそのような言い方、ね、Xs じゃないんだけど感じてみろ X、 それでそれではい、ということで曲はですねみかんちゃん、おしだりみかんちゃんの、歌ですね、歌っていうか歌ってます、大人ブルーです、はい、どうぞ。みかんさんで大人ブルーでした。ありがとうございます。すごい素晴らしいですね。あの、はい、ちゃんとご本人にね、ね、この声分けをちゃんと寄せて、ちゃんと、うん、もうなりきってましたね。なりきってましたね。そんなみかんちゃん、あの、はい、気がつけば西方レディで地獄見たっていう本が全国の各書店で発売中ですので、こちらもぜひ、皆さんね、よろしくお願いいたします。でもね、テレビでも結構注目されてるみたいで、そうなんです、ね、何度もご出演されてるということで伺ってますから、結構みかんちゃんもね、はい、すごいね、そんなみかんちゃんがあのメロディーさんでバイトしてますのでイベントすごい、それを公言しちゃって OK で、それ言っちゃっていいやつなんですね。それ会えるってことですもんね。会えます。そうすごいもうだからメロディーさんに行けばもうサイン付きで本を変えちゃ う, っていう、はい、会える作家さん、そうです、新しい、新しいですね、なかなかいない、なかなかいないですよ、うん、そしてコメントいただきました、目玉くん、ありがとうございます、目玉くん、ありがとうございます。ゆうきさん、あきひろさん、本日はお会いできずでしたが、お二人とも目玉メガネありがとうございます。ありがとうございます。歌声とても素晴らしいです。僕は自分ごとですが、かなり太ってしまいお腹がブデブデになっているのですが、ブデブデ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 、ブデブ、はい、皆様運動などされるのでしょうか、またおすすめのダイエット方法などはありますでしょうか、うんうん、ということで、
ゆうきさんありますか？僕ね最近ダイエットはしないですけど、はい、あの一時期あのガツンとこうやってた時には、はい、豆腐ともやしと、そこに納豆を入れて、うん、あとメカブ入れて、はい、あとキムチを入れてぐちゃぐちゃにして、はい、あの名称をぐちゃぐちゃっていう食べ物にしてたんですけどそのぐちゃぐちゃを必死に食べているとですね痩せます、うん、でしかもうまいんですよ。それは美味しそうですね。めっちゃうまいんですよ、あのぐちゃぐちゃ、うんうん、ぜひぐちゃぐちゃ食べてください。それはもう3食全部そうですね、それにしてましたね。本当にがっつりやんなきゃいけないときはなかなか最近こうジムとかに行く時間が取れないので、はい、うん、ぐちゃぐちゃのみやってましたけどね。最近は16穀米とかばっか食べるようにしてますかね。ご飯はやっぱ食べたいなと思って。まあ、そうなんですよね。結局なんかそういうちょっとした穀物取った方が、うん、お腹はね、そう、糖質制限はねやっぱ体にも結構負担がかかるって聞くんで、うん、うん、そう、穀物はねやっぱね取った方がいいですよね。腹がちょっとね、そうなんですよ、荒れちゃうっていうか、そうそうそう、うん、めちゃくちゃ美味しいしね穀物って。いやもうなんであんなに美味しいんだろうね、本当にやめられない、止まらないよ悪魔の食べ物です、うん、本当に、うん、まあ、食べ過ぎは注意ということで、やめられない、止まらない。あきろさんはお米僕おすすめのダイエット方法そうですね、あのね、自分が好きな、僕お酒好きなんですけど、はい、最近あんまり飲まないんですよ、うん、なぜ飲まないんでしょう。ね、あのお酒ってあんまり美味しくないなって洗脳してます自分に。そんな、はい、マジですか。もうだから、あんまりご飯の量も、はい、あ、俺もうお腹いっぱいだなって洗脳してます。なんか俺なんか最近このなんだろう、うん、いろんな方とね、うん、飲み会とか、はい、その飲みに行ったりとかねさせてもらって、うん、いやー今日も飲みかまずいなって思いながら相手が一杯飲み終わるまでになんか 3,4 杯飲んでるところとかあるね、はい、それも好きだ、やめられない、止まらないお酒お酒やっぱまあね好きだからね、まあでも僕あれです、あのもう最近はハイボールもビールもほぼ飲まないようにしてまして、うん、もう絶対にあの芋焼酎のソーダ割りを、うん、一番太らないって聞いたのと、うん、なんかねどこの店で飲んでも一番安定して美味しいんですよ。あ、まあそうですよね。で、あのねハイボールって意外とお店によって味変わるんですよね。なんかまあウイスキーだけじゃなくて、うん、作り方で、あ、それはありますね。そうで、やっぱりあのビールとかもね、やっぱこうどれぐらいこうなんだろう、うん、鮮度だったりとか洗浄だったりとかでもすごい味が変わるんで、うん、芋焼酎が最近はいい。まあ安定してね、芋焼酎のソーダ割りどこ行っても飲んでるよね。飲んでますね、美味しいよねあれね。飲んでますね。突然飲むようになりました、うん、あ、そうですか。美味しいです。覚醒しました、まあ、ただ今あのお酒が美味しいっていうのは僕の中でちょっと禁句なので、まあちょっとお酒あんまり美味しくないなっていう洗脳してる。じゃあのお酒が大好きなゆうきくんとれいやくんから伝えるね、うん、お酒は美味しいよ。でしょうね。美味しいです、うんうん、ということで、まあそうでしょうね、次の曲はですね星野流れ星さん、石原裕次郎さんに芸名をつけていただいたという星野流れ星さんの曲で、ふるさとの灯台、どうぞ。
父さん、お母さん、いつまでも長いお元気で過ごしてくださいね。星の流れ星さんでふるさとの灯台でした。はい、このようにですね、この番組は一般の方が歌われた映像を放送します、うん、毎月第1日曜日の11時からですね、うん、イベントハウスメロディーさんで、3000円で軽食付きとソフトドリンク飲み放題付きで、うん、やってますので、ぜひねこちら お問い合わせください。お問い合わせ先は0477117691、イベントハウスメロディーさんまでよろしくお願いいたします。すごい、毎月収録してるんですね。はい、収録して、こう番組で放送します。素晴らしいですね。素晴らしいですね。ぜひカラフルパレットファンにも歌ってほしいですね。あ、ぜひ、そうですね、はい、出演していただいて、カラフルパレットの曲を、はいはい、ぜひ、はい、ぜひ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 、うん、ぜひぜひお願いいたします。はい、ということで次ちょっと CM 流させていただきます。 CM はイベントハウスメロディー安田建設伊豆の総裁です。ご覧ください。安田建設が選ばれる理由、
安田建設は設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工。鉄鋼製作工場は国土交通省の R グレー工場に認定。安田建設は職人集団、技術にこだわる職人気質。社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします。安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット、質を落とさずお客様の利益に貢献します。早い安いうまいですか、まあ、それが基本として、まあ、安田に頼んで、まあ、よかったと。保育園、まあ、老人ホーム、まあ、病院、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、霊園をやって墓石なんかもやってます、まあ、よく俗に言う、ゆりかごから墓場へ。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀早々のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーミング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。はい、CM ご覧いただきました。改めまして、本日のゲストのカラフルパレットさん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。いや本当にね、今日は雨が降ったり止んだりっていう感じですけど、ですね、ですね。雨は好きですか、うん、雨雨が好きな方っていらっしゃるんです？いや、まあいるんじゃない。あ、でもね、うん、でも家から出かけないと仮定して朝降ってて、うん、なんか朝起きた時にこうしとしと降ってる雨を見ながら朝だなって思うのは嫌いじゃない。ああ、それはわかります。なんかでも今日出かけなきゃいけないって言うとやっぱ雨だと嫌だよね。嫌ですね、うん、移動しづらいしね。そう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 、大体ほら僕たちミュージシャンは何かしら何か大きな荷物を持って移動するじゃないですか、うん、ね、だからそれ嫌になっちゃうよね。すっごい嫌だ、うん、特にギターとかも、ね、もうすっごい絶対濡れますから。うん、そうなんですよ。嫌ですね、うん、まあ、ただ同じようにその出かけない日の、はい、あの外が雨っていうのはちょっといいですよね、うん、音とか匂いとか、うん、風情があって、うん、うんうんうん、いいね、お酒飲みたくなっちゃう。ね、まあでもね、窓を開けてね。そう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 。そう、ちょっと雨のね、匂いと雨の音もね、うん、聞きながらね、ね、朝からゆっくりなんていうのはできたらいいですよね。お酒美味しくないって言われるから、お酒のことばっかり言ってるんですね。お酒は美味しくない。いや、洗脳してるから自分。お酒美味しいですよ。美味しいですよ。何言ってるんですか。そうそうそう。うん、まあでもね、もう先日、うん、誕生日だったんですけど、うん、ファンの方からもお酒いただいたんで、はい、こんなこと言っちゃいけないなと思いつつ、そうですよ、うん、今日皆さん見てくれてますから、お酒大好き大好きね、なんだから、うん、これからもぜひください、うん、ね、はい、3人で飲めばいいんじゃないですか。あ、飲みましょう、うん、だってほらね、事務所も近いですしね。そうなんですよね。そう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 、だからね、そうだよね、うん、近くで飲みましょう、飲みましょう、ね、実はご近所さんだけど、うん、こういう鳥越あずりで会うっていう感じですよね。あ、そうですよね、そうですよね、確かに確かに、うん、先日お会いしましたね。あ、そう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 、事務所帰りにね、まったり会ったんですよ、はい、うん、あれっつってそうですよ。俺レア君と会ったことないな、あの街でないですね。あの街でって別に検索すれば出てくるけど、笹塚そう、僕たちの事務所検索すれば出てくるけどね。はい、いや、びっくりしました、本当、秋葉さん、あれ、ねえ、じゃびっくりしちゃった、すごい意外な感じがしちゃって、あ、でもこの辺りかと思って、うん、はい、そんな感じでしたけど、うん、
そろそろ、まあ、次の曲までちょっともどまだね2分ぐらいあるんですけども、うんうんうん、なんか逆に、うん、僕に聞きたいことはありますか。そうですね。おレイコ肌綺麗じゃないですか。ああそう肌なんかその美容とか気にしてることとかあるんですか。まあ一応ヒゲ脱毛はおわ言ってます。いいですね、はい、いいですね。えずっと言ってる。今も言ってる。今も言ってます。1ヶ月に1回。実はね僕ね、ファンの方に言ったことないんですけど、はい、僕も言ってます今。ヒゲ脱毛ね、多分本当によく見てくださってる方とからすれば、はい、あれ1年前からするとだいぶ変わってきたぞって思ってると思います。多分ね、うんうんうん、僕多分アキラさんよりも、まあ、ちょいヒゲ濃い感じだったと思うんですけど、うん、今多分逆転してるんで、はい、僕そう僕はヒゲ脱毛行ってないんで、はい、うん素の状態なんですけど、はい、そう彼はどんどん、ね、鼻の下はねもうほぼない。そうここのめちゃめちゃでもあれですよね。顎だけ残ってるっすよね。痛いんでしょ。ここはそう痛いです。ここはでも若干やっぱ残りますね。あのね、もうなんかだんだんなくなってきたはずなのに、うん、細菌が一番痛くてだんだん強くしてくんですよ。ヒゲ脱毛とかって照射をで強くしてくから、はい、でなんか根元からやるようにするから、うん、はい行きます、パンってなるわけですよ。光がパンってなった瞬間にあってなるあってなります。毎回ですよ。それをだって何回もあるんでしょ。パン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 って。そうなんですよ。もう特にこ鼻の下とかも痛いんだ。ここ痛いですね。そうでこの鼻の下やるときに鼻伸ばしてくださいとか言われますね。言われます。鼻伸ばすじゃないですか。パンってやるとあってなるから鼻伸びなくなるんですよ、ね、なるほどなるほどね。で構わずそのねやってくれる方はやっていかれるんで、うん、たまんないですよ本当に。すごいですね。痛みを我慢して、まあ、得られるものっていうか、まあうん、そうなんですよね。僕もだからいやデビューしたんだからとか自分に言い聞かせながら。そう分かる分かる。もう痛くて耐えらんないですよあれは。でもあれその、うん、ヒゲだけじゃなくて、うん、いろんなところの毛穴もやるわけでしょ。あまあそうですね。だから顔がこうなんか肌が綺麗になるらしい、ね、顔全体やってますね、うんうん、ねでもねヒゲ顎ヒゲとか下鼻下の次に痛いところが、はい、ちょっと大村さん濃いんでここもやりましょうっつって言って、うん、はい、ここあ、もみあげ、もみあげの周りもやってくれたの、はい、痛くて結構あ、もみあげ痛いんですか。ここ痛いんだ、うん、割と痛かったっすね。へえ、はい、まあだからもうここと、まあ、まだ鼻下も痛いですけど残ってるやつがまだちょっとあるんで、うん、それ以外はもう全く感じないぐらいまで来ましたけどね。全く感じないですか。全く感じないぐらいまで来てます。そろそろすごい来始めてる。もうすごく感じちゃうんですよ。え、なんで？敏感、敏感、レイヤ君敏感、はい、新情報ですね、はい、ファンの皆さん、レイヤ君は敏感ですということで、はい、次の曲入りたいと思うんですけども、次の曲はイベントハウスメロディーのマスターの前頭三枚目さん。毎回前頭三枚目さんもね歌ってる動画に出てますけど、曲はオリジナル曲になります。松戸音頭以前のものになります。どうぞ。皆様手拍子をしていただけたら嬉しいと思います。それではフィナーレです。松戸音頭
頭三枚目さんで松戸音頭でした。あれなんかはい、僕いました、なんか出てたような気がしますけど、なんか僕いた気がするんですけどねあのなんか黒い衣装を着てた、ね、はい、あの方ゆうきくんともうり二つなんですよねコルカさんって方なんですよね、うん、であのメロディーさんにね僕らも行かせていただくようになってから、はい、まあ、コルカさんも本当によく来られてたってことで、はい、なんか本当マスターからコルカさんにそっくりだそっくりだっていうのをずっと言っていただいてるんですけど、まだ対面してないもんですから。そうなんですよ、ね、ただコルカさんのポスターがねメロディーさんに貼ってあるんですよ。そう、はい、似てるの、めちゃくちゃ似てるんですよ。似てますね。そうで僕らからすると多分10年前ぐらいの俺に似てんの、うん、そう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 10年ぐらい前の多分、うん、あのコルカさんの方が先輩だと思うんですけど、うん、そう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 、いや本当にねお会いしたいですね。お会いしたいですね。いやもう本当コラボしてみ、はい、してほしいですね。いやしたいですね、ぜひ、はい、うん、僕も本当あの結構お世話になってて、はい、あのメロディーさんでイベントがあった時はもう帰りは車で送ってってくださったんですよ。笹塚まで。あ、そうなんですか、すごい。そうなんですよ。だから本当お世話になってるんですけど、うん、もう本当に僕も、ゆうきさん初めてお会いした時びっくりしました。あれっつって、あれ見たことあるぞあれご兄弟みたいなねそうご兄弟かなと思って、まあ、そんなことありましたけど、次の曲はですね、そんなカラフルパレットさんのカバー曲になります。はい、いいじゃないですか、ジョージ山本大先生の、うん、ああそうですね、大先生のね、そうです、はい、大先生の道のく一人旅をカバーしましたそうですご覧ください。涙の一らしさ
はい、カラフルパレットさんのカバーで道のく一人旅でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、なんかこの曲を、はい、お二人でこうハモって歌うっていうの初めて僕見ました。ありがとうございます。あ、そうですか。いい感じですね。なんか斬新な。嬉しいですね。そう、やっぱりこう二人組で、あの、うん、ハーモニーをね、はい、あの大事にっていう形で、あの僕ら歌ってるんで、はい、あのもうジャンルに限らず、うん、あのハモろうと、二人で声を合わせようという形でやってますけどね。はい、はい、あ、ありがとうございます。はい、コメントをいただきました。コメントいいですか。はい、もちろんです。はい、いちごちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ゆうきさん、あきひろさん、質問に答えてくれてありがとうございました。来週の火曜大更新のオンエアも今からとっても待ち遠しいです。れいやくんを通じてどこかのイベントでお会いできたときはよろしくお願いします。楽しみにしてますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、そうなんですよ。来週の火曜日22日、はい、はい、僕がパーソナリティやってる葛飾 FM の松田治の火曜大更新、はい、はい、ゲストがこのカラフルパレットのお二人なんですけども、はい、よろしくお願いします。はい、もうそっちはそっちで、ね、うん、あのいろいろ曲がどうですかとかね、うん、そういう話をすると思うんですけども、はいはいはい、だから今回はちょっとプライベートのことどんどん聞きたいなと思って、うん、プライベートをね、はい、はい、うん、そうなんですよ。もうぜひね、あの皆さん、あの来週の22日、夕方6時からですね、葛飾 FM の松田治の火曜大更新、今からあの、ね、メールっていうかコメントもあの送ってくだされば、あの読みますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ね、今日はプライベートの話ということで、はい、お酒が大好きな勇気とレイヤ君と大嫌いな、大好き、ね、大嫌いな、大好き、ね、何でも聞いてください。あ、本当ですか。何でも、うん、何でも基本的に NG ないんで、あのいつもはメガネが黒縁メガネだと思うんですけど、あ、はいはい、今日はなぜ透明になったんでしょう。これガチンコのメガネです。これ普通のメガネです、うん、これ普段私がかけてるメガネ。あのこれは普通のメガネです。メガネは基本的に普通なんですよ。じゃあじゃあ、あれです。いつもステージでかけてるやつはレンズ入ってないんですよ、うん、はい、秋広さんなりのね理由があるんですよね。それそうそう、あのコンタクトして、うん、で伊達メガネをしてるんですけど、うん、普段は、はい、その方が目がちっちゃく見えないんだよね。そう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 、僕ね目めちゃくちゃ悪いんですよ、うん、0.01 とかなんで、ここからもう全部ぼやけてるんですよ、裸眼だと、うん、今ぼやけてるんですね。コンタクトは度数なんですか。いや、ねマイナス 6.0 のやつをつけてますけど、はい、買っちゃった。また本当は、うん、もっとすごいのやってんの、はい、マイナス 7.5 です。あ、多分ね僕も本当だ、コンタクトついてる。なんか普通に多分僕もそれぐらいだと思うんですけど、はい、普通に薬局とかでドラッグストアとかで買えるやつってマイナス 6.0 が結構上限なところですか。限界なんですか。そう、そうなんですか。そう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 、だから簡単にパッて手に入るところだとマイナス 6.0 が多いんで、うんうん、そう、それをつけてるって感じなんですか。まあ私は裸眼です。目いいんですよね、うんうん、いいですよ。いいですね、目がいいっていうのは。まあ運転するときと、うん、まあパソコンやるときは眼鏡してますけどね。そうなんですか。若干ギリギリ運転免許を通るかな通らないかなぐらいの視力なんで、うんうんうん、全然大丈夫、普通に生活できますけどね。もうでも羨ましいですよ、目がいい、ね、羨ましい。全然世界が違うよね、うんうん、もう本当に羨ましいですね。まあ次の曲はですね、うん、あの目玉くんの木漏れ日の君をですね、安田健さんがカバーしてます。木漏れ日の君、どうぞ。I'm not afraid of the dark.
歩いた木漏れ日の中で僕は自分の痛みを探して安田健さんで木漏れ日の君、大間翔吾さんの曲でした。いや翔吾さん、いや良かったですよ。目玉翔吾さん、いい曲ですね。いい曲ですよね、本当に。はい、なんか木漏れ日の喋らないんですか。え いい曲ですね。そうでしょ。なんかキャラも変わっちゃったけど、ね、あのお会いしたことがないから、うん、どういうキャラなのかっていうのがね、いや分からないから。あ、翔吾です。あ、ご本人。本当に素晴らしかったですね。目玉くん、急になんで髪の色そんな変えちゃったんですか。あ、イメチェン。イメチェンね、あのすごくいい感じです。あ、そうです。はい、うん、ものすごくお金かかりますからこの髪型ですよ、ね。そうです。だってもう一本一本違うみたいな。一本一本は違わないですね。うん、そう、束にはなってますけど。束になってる。うん、はい、そうですね。それはなんかそのあれなんですか、そのこういう鳥いますよね、こういう色の鳥。鳥？鳥？鳥？鳥いるかも、いるかも。あれ、ゆうきさん。あれ、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 翔吾さん帰っちゃった？あれ、あ、どあれ、福岡、全く、あの、帰省したのかな、まだ。そうか、すいません。いや、でも本当素敵な曲でした。ね。ね、素敵な曲でした。はい、ということで次の曲はですね、僕の高山レイヤーがカバーしてる曲なんですけど、お韓国の歌なんですよ。お無条件と書いて、はい、漢字で無条件と書いて、韓国語で無条件という。あ、無条件。はい。あっちの、なんて言いましたっけ、演歌みたいなトロット、あ、トロット、トロットを代表する曲なんですよね、うんうんうん、無条件。なるほど。え、トロット好きなんですか。好きです、トロットは。そうなんだ。はい、あと無条件の他には、コンドレマンドレとかも結構歌えますね。ああ、あとモーマンタイとかね、すごいな、モーマンタイ。結構歌いますよ僕、韓国の歌 2AM のジスソングとか、歌いますということで、そんな無条件を歌った時の映像です、どうぞ。
はい、僕のカバー曲ですね、無助婚をお聴きいただきました。いや素晴らしかったです、ね、すごい、ありがとうございます。素晴らしかったですね。チャラチャラチャ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 ね、こちらいいじゃないですか。そうなんですよ、すごい、今度歌おう、うん、ね、うん、いやいい、もうすごい盛り上がるんですよ、うんうん、これあれ翔吾さん、あ、どうも、帰ってきた、あれ、はい、あれ目玉くん、あれたった今、あ、福岡から、はい、なんか髪の色もまたも黒に戻して、そうです、やっぱ誠実性がやっぱ大事だな。あ、そうです、ね、誠実じゃねえみたいな俺が誠実じゃないみたいな髪の毛の色だけで言ったら、うん、ね、髪の毛の色だけで反応するね、はい、さあ、まあ、次は、まあ、私が歌った曲ということで、うん、あ、そうですね、はい、これはもうぜひやっぱ帰ってきたいなと思って、はい、うん、そうですよね、このスタジオに。その前にちょっとコメントをいただきました。はい、ひーちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。生放送お疲れ様でした、うん、いろいろお話が聞けて嬉しかったです、うん、次会えた時はゆうきさんのヒゲチェックしたいです、うん、あと、あきひろさん、またお酒のプレゼントしますね。あ、ありがとうございますあれしょうごさんどこ行った。いや、あ、ま、ちょっとなんかまた今福岡行っちゃった。福岡に帰省されたというか、すごいな、どこでもドア持ってるか瞬間移動かどっちかできるねもうぜひお酒待ってますね、大好きなんで、本当は、ね、僕もお酒待ってますあ、僕も待ってますみんな待ってる、うん、いや、はい、まあそういうことでですね、ということで、はい、まあ、次は、私が目玉くん、はい、早い、うん、すごいですね、うん、やっぱね、やっぱ自分が歌った曲はやっぱ紹介しないとなと思って、この後翔吾さんの曲ですもんね。そうです、そうなんですよ、目玉くんの歌なんですけど、うん、そうです。あ、じゃあご紹介していただいてもいいですか、ご自身で曲振りを、はい、はい、この曲はですね、まあ、カンタロウ、カンタロウの曲ですね、はい、やべえでしょ知ってますよね皆さん、カンタロウね、うん、いぶきおろし、いぶきおろしのカンタロウのね、カンタロウがこういかに気合を入れて人生歩んでいたかとそんなね物語調の曲になっておりますので、うん、そんなところもね、歌詞に注目しながら聴いていただければいいなと思いますもうこれ曲振りしていいのかしら。あ、曲振りどうぞ、どうしてください、はい、それでは宝馬翔吾でいぶきおろしのカンタロウ、どうぞ。
リンゴみたいな可愛いあの子、早く会いたい、お花ちゃん、お花ちゃん。へえ、なんやろうと、ガラスが笑う。人の流れの昔のままに、やっと終わりの国が愛しまう。生きてゆくの親の定め、息吹おろしのカンパロ、はい、ホーマーショーゴさんでいぶきおろしのカンタロウでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ございます。おひけなすて、いやー本当にね、カンタロウがやっぱ本当にね、はい、胸にきますよね、やっぱりね。そうなんですよ、やっぱカンタロウのこのお花ちゃんっていうね、とりあえずあのホーマーさんのファンの方に謝って、本当にね、本当に中途半端なこと言ってすみませんね、本当にすいませんでした。あの、はい、ショーゴさん本当にあのちゃんとお会いできるの楽しみにしてます、うん、楽しみにしてますまたね、はい、目玉くんいるときにまたお二人に遊びに来ていただけたらなと思いますけど、はい、コメントいただきました、はい、ありがとうございます。マリさん、マリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。始まってからずっと放送を見てます。いろんなお話が聞けて楽しい、始まってからずっと放送見てます。あ、今日のことかな。でもこれから出かけるので見れなくなるので、メッセージと質問だけ置いていきます。私は出かけるとき荷物が重たくなりがちなのですが、皆さんのバッグはどうですか？必ず入っているものなどあったりしますか？ということで、マリさんからのご質問ですけども、じゃあまずはゆうきさんから。そうですね、必ず入っているものはパソコンかな、はい、バッグ重いっすよね。そうですね、あの Mac の16インチのやつを入れて、はい、まあ、あと SSD3 枚を入れてって形で、あの楽曲提供させていただく仕事をさせていただいてるんで、うん、結構どこにいて何このデータが欲しいとか、はい、こういうのが欲しいとかっていうことが結構あってですね、はい、とかあの修正だったりとかっていうのもあるんで、うん、必ずパソコンは持ってきてますね、うん、バッグめっちゃ重いもんね。僕のバッグめっちゃ重いんですよ。重いっすね、うん、パソコンに SSD、うん、そう、いやすごい、すごい体力がありますよね。いやすごいですね。いやいやいや、もう体力お化けだもんね。体力どうでしょうか体力お化けってね、うちのねサポートメンバーのドラムさんがね、はい、言うようになってからね、言われるようになったんですけどね、はいはい、まあ確かにみんなよりかは体力あるかもしれないですね。なんか昔そういう 部活で何かやってたんですか？僕空手やってたんです。空手、はい、空手をやっておりました。だから僕の性格も空手が作り上げたって感じですね、完全に。まあ、そこから来てる体育会系でしょうね。そうですね、結構あの本当にあの一時期はガチでこういうプロの格闘家を目指すか、はい、ミュージシャンを目指すかっていうのをちょっと迷った時期もありましたね、学生時代に。そんだけすごい、もう空手ではすごい、すごくはないですけど、その県で4位とかでしたよね。3位、確か3位、県で3位です、はい、まあそう、そうですね、型って言ってなんかこう演舞みたいのをやるのは得意じゃなかったんですけど、はい、まあ、県大会とか、東海大会、まあ、僕らあの静岡県出身なんで、はい、愛知、三重、岐阜、静岡の東海4県の大会とかで、まあ、3位だったりとか2位だったりとか取らせてもらいましたね。1位取ったことないですけどね。いやでもすごいですよ、いやすごいですよね、うん、すごいす本当に。僕ら住んでたとこ静岡なんですけど、地元が、はい、地元のね空手で強い高校とかめちゃくちゃありましたから、そうだから空手 の、うん、あの強い高校から逆推薦いただいてたんで、
あ、逆にやっぱ、はい、そうですよね、来てくださいって。そうですね、でだけど、うん、ちょうどもう中3の時にもう腰を壊してて、はい、でもう治すんだったらもう今やめるしかないよっていうことで、うん、お医者さんに言われたんで、あの歌手になりたいっていう気持ちが強かったんで、その時でやめましたね、空手は、うん、そこからの音楽家としての結城さん、はい、逆に、そうですね、秋広さんは何かありますか、はい、バッグに入ってバッグに入ってるものですか、必ず、まあ、お財布ですかね。あ、はい、でも秋広さんお財布さ忘れてる時とか結構ない？あの、まあ、あるよ、アップルウォッチでピピってやって払ってる時の方が、うん、あの多いよね、なんだろう、その肩掛けのちっちゃいバッグで移動してることもあるから、はい、そっちにお財布入れといて、あの大きいリュックの方、今日はリュック持ってきてるんだけど、リュックに、うんうん、入れるの忘れてきちゃったっていうのもありますよね、うん、ありますよね、そういうこともあります、あります、あります、うん、そういうこともあります。最近はね、あれが入ってます、あの携帯の扇風機、ああ、こういう、そうありますよね、今、うん、結構女性結構やってますよね、そうなの、うん、あれね、すごいよくって、うん、今日僕リュックにいつもタオル入れてるんですけど、はい、あのタオル忘れてきちゃって、はい、駅まで走ったからもうすっごい汗だくだったの、うん、はい、汗かきながらね、汗かきながら、でも拭うものがないから、やべえと思ってずっと風に当たってました、うん、でもあの結構いいですよね、ぬるい風を当たると熱中症になりやすいんで気をつけてください、うん、あ、逆にそうなんです、電車の中で涼しいやつを、ね、クーラーやつをずっと浴びてました、うんうん、なるほど、うん、大事、ずっとびちょびちょでしたけど、うん、まあでも今日はうちは仰いでくれてるんで、画面に向かって、はい、ありがとう、本当にね、ありがとう引き続きお願いしますということで、電車の中でね、涼んでという、うん、積んできたという秋広さんですけど、次の曲は松川真嗣さんですね、はい、望郷本線お聴きください。そして連続で CM 行ってください、どうぞ。
安田建設が選ばれる理由。安田建設は設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工。鉄鋼製作工場は国土交通省のアールグレー工場に認定。安田建設は職人集団、技術にこだわる職人気質。社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします。安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット、質を落とさずお客様の利益に貢献します。早い安いうまいですか、まあ、それが基本として、まあ、安田に頼んで、まあ、よかったと。保育園、まあ、老人ホーム、まあ、病院、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、霊園をやって墓石なんかもやってます、まあ、よく俗に言うゆりかごから墓場まで。たくさんの人たちに愛される町づくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。
お問い合わせお待ちしています。安田建設。伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀早々のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーミング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。はい、はい、本日のゲストのカラフルパレットさんでした。ありがとうございました。そしてコメントを、ね、くださったひーちゃんさん、ありがとうございます。読めなくてすいません。はい、またぜひ、ね、よろしくお願いいたします。来週のゲストは田島真美さんと伊豆の総裁代表の伊豆の淳さんです。また来週もお楽しみに。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。